ヤショバルマンはパラマーラアサの第十四代国王、先代ナーラバルマンの子。1134年の碑文ではヤショバルマンは朝の王であると記されているが、翌1135年の村への寄進を記録したウッチャイン碑文にはそれよりも地位の低いマハラジャであると記されている。不王の代から始まっていたチャウルキア朝のジャヤシンハシッタラージャの信仰を受けた。 ヘイマチャンドラの著書によると、ジャヤシン派は聖地であるウッチャインを訪れたがったがために、パラマーラアサへの侵攻を引き起こしたとされる。この結果、パラマーラアサは敗北を喫してヤショバルマンは捕虜となり、ジャヤシン派によって投獄された。トダールやウッチャインを含むパラマーラアサの領土の大半がチャウルキア朝の支配下に置かれ、ジャヤシン派は、配下のマハーデーバを アバイコールマンダラの総督に認じた。1142年のジャルラパタン碑文によると、ヤショバルマンが脱獄して、カリシンドがアワケー国下部の小国を治めたことが示唆されている。トダールの奪還は、時代のジャヤバルマン一世によって果たされることになる。ありがとうございます。